トリアサウルスは、竜脚類恐竜の属の一つである。現在までのところスペインのジュラキ、白亜紀境界付近である1億4000万年前の地層から発見された、単一の化石標本に基づくシティライオディベンシスのみが知られる。人との大きさ比較、トリアサウルスは現在までにヨーロッパで発見されている中では、最大の恐竜であると考えられている。発見当初は、 体長が35から39メートル、体重は40から48トンで生体のゾウの6、7倍に匹敵するとされた。最近の推定では体長は30メートル程度だが体重は50トンに達するとされる。頭骨は70センチメートルとあまり大きくなく、古生物学者、ルイス・アルキャラはこれはあまり大きな頭を首で支えられないためとしている。 系統解析の結果から、トゥリアサウルスは新竜脚類の外側に位置づけられ、ロシラサウルス、ガルベオサウルスと共に、新たなクレードであるトゥリアサウルヤを形成していることが分かった。生態復元図スペイン東部テルエル県のリオデバにある、ビジャール、デルアルソビスポソの陸生体積物から、部分骨格が発見されている。この標本には、関節状態の左前詞、頭骨の断片、歯。 椎骨、肋骨が含まれる。また、死死の化石がポルトガルでも見つかっている。これらの化石は、かつて非公式にライオーデビサウルスという裸なで呼ばれていた。タイプシティライオリディベンシスワロヨ、トレス、コボース及びアルカラにより2006年に正式に記載された。2010年代はじめにマドリード東部で行われた発掘調査により最も完全な化石が、 発掘されている。ありがとうございます。